ありがとうございます。サンシャインライブという曲でした。あ、次なんですけど、スペントという曲をやらせていただきます。コンブというバンドを僕らもともとやってまして、今日はね、偶然にもそのコンブのバンドのリーダーも今日見に来てくれたりして、その当時ね、その時に作った曲なんですけれども、僕の親友、亡くなった親友のことを思った歌なんですが、みそこどこにおるの、うん、あそこどこ、あ、おった、その歌詞の内容をですね、僕の隣にいるともちゃんが、すごく気に入ってくれて、手話で、やってみたいということで、別に手話の人じゃないんですよ、全く手話の経験がないんだけども、手話でみんなにもっと伝わるようにしたいと、言ってくださってですね、本当に短期間でめちゃくちゃ努力してやってくれたんです。でこんなぶっちーさ、辞書をわざわざ買ってきてくれて、でその辞書をいろいろ引いてくれて、言葉の通りに引いたら、その辞書の中にないねんって言って、すごい一生懸命この言葉をどういうふうに置き換えたらいいかなまで考えてくれるぐらい、めっちゃ一生懸命頑張ってくれてんな。なんでも、ハードルを上げるつもりはさらさらないんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございますね、皆さん。ですね。こうなってちょっとなんか24時間テレビみたいな感じで。みんな、じゃあ今からサライをやりますね。ちゃうの。もう今日は歌はよろしいです。本当に手話に皆さんご注目いただいて。そんなことを言ったらね、すごい緊張するからダメなんだよ。でもね、本当に、じゃあ片隅にでも入れていただいて、本当に自分がやってくれてるのを見てもね、歌詞の内容がすごく伝わりやすいなと思って、手話というのもすごく、大切な言語なんだなと、改めて思い知らされました。まあ、皆さんももしまたね、手話に触れる機会があられたら、そんなことも考えながら聞いていただけたらなと思いますし、この曲もまた思い出していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは聞いてください。スペット
そんなわけで我々喋り